ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回も僕たちの願いと12月やってまいりましょう。さあ前回、吸血鬼である、月下くんに太陽くんは血を与えすぎたせいで、現在瀕死の状態に、陥っております。そんな中今度は逆に月下くんが太陽くんに、血を与えて、蘇生を図っているところでございます。ですが、ヴァンパイアである月下くんの血を吸った、太陽くんもまたヴァンパイアになる恐れがあるというところで、前回は終わったかと思います。今回はその続きからです。一度離れた太陽が目をまばたかせながらこちらを見つめている。表情は相変わらずだが顔色はだいぶマシになった。自分の血はここまで強いのかと感心していると、突然視界がぐらりと傾いた。え、そんなに？どちらかが蘇生するとどちらかが貧血を起こしてしまうのか。いずれにしても血が足りないのか。それは大変だ。え、ちょっと食いすぎじゃない？これはちょっと食いすぎじゃない？あ、でも嬉しそう。嬉しそうだね。月下くん、よかったよかった。ちょっと傷が深いな。ヴァンパイアとはいえど大丈夫かこれ。太陽？ベッドに押し倒され、わけが分からずこの状況を作り上げた張本人を見上げる。覗き込んでくるビー玉のような目に、鈍い赤みが混じってくる。あ、やはり太陽くんもヴァンパイア化してますね。なんとなく、ああこれから食べられてしまうんだと。あ、自我を保っててないのか太陽くんは、一言のように考えた。太陽は再び俺の首筋へと顔を寄せ、傷口に軽くキスをする。いや自我保ってんだこれ。キスをしてくるくらいだから太陽くん自我を保ててますね。痛みに眉を潜めると俺の反応を楽しむように彼は思いっきり、歯を立てた。いった太陽、マジで痛いから。いつも月下がやってる真似しただけ。ああそういうことか。仕返しをされてますね。それはそう言われると、何も言い返せない。再度食い込んだ歯が傷をえぐっていく。血をすする音が耳をくすぐり、耳元から生まれた熱が体内体重へと広がって耐えきれず息を吐いた。傷口に食い込んでいた、牙は鋭さを増し首から肩へと、噛み跡を、増やしていく。シーツを握っていた手はすでに、太陽に抑えられ抵抗することも声の漏れる口を塞ぐことも許されない。俺はただ与えられる痛みを受け入れることしかできない。痛い太陽、もういいから。イチャイチャしてるな。でから今回イチャイチャしてるな。ちょっとグロいけどね。ザッパー首いかれてるからね。十分だろうと殻を睨む。涙でぼやけた視界に太陽の手が伸びてくる。目元をそっと、拭わせてから改めて殻を見ると真っ赤に染まった唇で嬉しそうに笑った。これでヴァンパイア同士のねカップルが成立ですね。いいよ、永遠の命をね2人は持っておりますね。ヴァンパイアだから永遠にこの2人の愛は枯れることがないだろう。いいね。あんなことやこんなことが永遠にできるぜ。ちょっと考え方が不純すぎる。すいません。人間離れした赤い目、俺と同じ。笑えるんだなお前。そうか、笑えるのか俺。かわいい。あ、よかったね、褒められました。それはわからない。笑いながら目を閉じる。少し疲れた、血を、失つうちょっと噛んじゃった。少し疲れた、血を失ったせいもあるのかもしれない。真っ白だったシーツは至る所に、血を染み込ませているがそれを処理する元気はない。ああ翌日ねシーツ変えなきゃね、ニトリ行かなきゃ。あるかな近くにニトリ。
隣に倒れ込んできた太陽もきっと俺と同じだろう。少し寝よう。フラフラですね。ああ眠たい。傷血止まったか？止まってる。まだ痛いが。じゃあ太陽くんもまた日の元には出られない体になってしまったのかな。太陽という名前なのに皮肉なもんですね。ね、ヴァンパイアは日の元に出ると灰になってしまうからね。この二人はどうかわかんないけど。なら大丈夫。寝よ。ああ。ぎゅっと抱きしめられ、再び抱き枕状態だ。ああ、よかったね。その状況は見せてもらえないのか？闇が広がっております。残念だな。意識を失うように眠りについた太陽に手を回し、俺も彼の胸の中で目を閉じた。今度はもうあんな悪夢にうなされて目覚めることもないだろう。おや？おやおや？お風呂に来ております。イケメンたちのお風呂が見えます。これはどういう展開だ？いけるんじゃないかこれ。お色気シーンの予感がします。あー頭痛い。二日酔いかな。バシャリと、水音が響く浴室内。洗面器に、貼った ぬるま湯に赤黒く変色したシーツを漬け込んでいく。落ちるかな。もう買い替えた方が良くない？託し上げたシャツの袖がわずかに濡れてしまったが、自分の服ではないため気にしないことにした。して汚れた服は現在乾燥機の中でぐるぐると回っている。仕方なくと、借りようとした服はどれも大きく体格差を見せつけられているようで気に入らない。俺の気持ちなどつゆ知らず、シーツを洗う横では太陽は優雅に、浴槽で温まっている。お前も手伝うよ。一人だけずるいぞ。月下も入ればいい。シーツは洗濯機に入れとけば綺麗になる。いや、ちゃんと染み抜きしてからじゃないと。で、おい、水かけてくんな。お、太陽くんもノリノリですね。首んところ、昨日の血が残ってる。後で洗う。シャワーノズルを、奪い取り、太陽にたっぷりの水を浴びせた。ぐっと目をつぶって浴槽へと身を沈める、様は大きな犬にしか見えない。落ち着いたところで手元のシーツを確認し、あらかたの、汚れが落ちたそれを脱衣所の洗濯機に放り込んだ。結果なんだよ、早く出ろ。後がつっかえて。わっ、なんだなんだ、何が起こっている。ちょっと見せてくれよ、見せてくれ。何が起こっている、これは。月下くん、太陽くんに襲われてしまったんじゃないか。終わって何、よし。これで二人、何でしょうか。ベッドインじゃなくて、ベッドインならぬ、バスルームオンザ、ちょっと何言ってんだ俺。これで二人とも、お風呂に仲良く入れましたね。狭いね。大浴場じゃないから。まあ、それが逆にいいんですけどね。お前マジ？はあ、急にグイグイ来るようになったな。同じね、太陽くんもヴァンパイアになったから。で、ね、よっぽど力強くなってると思うんで、これは楽しみですね、今後が。許されるかと。はいはい、許す許す。はあ、シャツがひっついて気持ち悪い。また洗わないとダメだね、そのシャツ。脱がそうか。そこまではまだダメ。そうか、わかった。すっげえじゃん。太陽くんのどうした、太陽くん急に欲望が欲望が渦巻いておりますね。太陽くん、これがヴァンパイアの力か。素晴らしい、俺も欲しい。本当にわかってるんだろうなこいつ。額をこづくといつものように、首をかしげて見せた。昨日のように笑ってはくれないが、鼻を飛ばしそうなほど
機嫌がいいのは、感じ取れる。羽を飛ばすってなんだ。子供のように温まった太陽の手を取ると、彼が自分のためにと切り開いた手首の傷がうっすらと残っていた。ヴァンパイアとはいえどもまだ成り立てだから傷の治癒は遅いですね。ここは？ん？何？ここの月下がつけた髪傷、ちゃんと残ってるだろうか。太陽の首筋を確認する。そこには消えない跡が色濃く残っていた。そうなんだ。消えないのか。愛しさを込めて傷口に爪を当てると安心した様子で、そうかとうなずいた。消えなくていい傷なんだね、それ。さてどうしようかな、これから。とりあえずしばらくは今までの生活を続けたんでいいと思うんだけど。またいなくなるのか。ならねえよ、いつでも会いに来る。なんならここで寝泊まりするのもありかもな。どうせ両親帰ってこないだろ。ああ、お前とりあえず無事卒業すること。あ、そうだったね、まだ学生だったね。進路は参考書あったってことは大学行くんだよな。大丈夫？日の元に出て大丈夫か。灰になったりしない？ヴァンパイアだからね。バレたらその時に考えるとして、そうだね、可能な限りは普通に過ごした方がいい。てか俺お前のこと、何も知らないんだよな。年一でしか会わなかったからね。俺も月下のこと知りたい。そうなら、この後の予定は決まったな。浴槽から立ち上がり、呆然とする彼を引っ張った。まずは着替えて髪を乾かして、それから準備をして出かけよう。買い出し行くのかな。せっかくの、あ、そうだったね、クリスマスだったね。じゃあ前日はクリスマスイブだ。星のところに戻る前に遊びに行ってもいいだろう。そういえば彼を連れて出かけたことは一度もなかった。明るい日の下で太陽と共に歩くことなど、大丈夫、一生叶わないと思っていた。考えもしなかった。この二人は何、太陽を克服したの？エイジャの石石でも見つけたのか。あ、そうだった、クリスマスプレゼント、お前の要望叶えることができなかったかなって、あ、できたかなって、あ、今までで一番嬉しい。だから俺も何かプレゼントしたい。俺に？けど代償としてチームもらってるし。それ以外か。脱衣所で、着替えながら、返事を待つ彼の横で思考を巡らせる。欲しいもの、今までずっと欲しかったもの。それは太陽くんじゃないのか。もう叶ってるかな。あ、やっぱりよかったね。俺ね、ずっとお前が欲しかった。今まで内緒にしてたけどな。そうか。着替え終わった太陽を呼び寄せ、乾いたタオルで、湿ったままの髪を拭く。おとなしくされるがままになっていた太陽は、俺の手を掴んで振り返った。結果、いいムードですね。ん？さっきの言葉。はらりとタオルが滑り落ちる。頬に、添えられた手のあったかさに目を閉じると、唇に確かな感触が伝わった。再び目を開ければ太陽の腕の中にいて、見上げた先では赤くにじんだ瞳が俺だけを映していた。月下の欲しかったもの、ずっと前から気づいていた。ささやくように告げられたそのセリフに、いつの間にか叶わない存在になったんだと気づいたが、なんだかそれが嬉しかった。これからはもう読めなくなってきた。気づかれていた気持ちを隠すことなく太陽と共に、歩めるんだと。満たされた今、やっと思い出したと。
幼い頃いつも一人ぼっちだった俺がサンタクロースに、求めたもの。サンタさんへずっと一緒に、いてくれる人、大好きな人。はい、エンディングかな。あれ、このハテナ、ちょっとこれさっきまでなかったよね。いいですね、このオープニング画面。先ほどは、先ほどというか本来だったらこの画面には誰もいないんですが、エンディングを迎えるとこうやってみんなして迎えてくれますね。うん、ありがとう。かわいいね、みんな。クソ襲いたいぜ。さあ、じゃあこのシークレット見てみましょうか。これはおまけ、クレジット。どうしようかな、ちょっともったいないね。なんかどうしよう。また次回に撮っておきたい、そんな気分でもある。んー、いいか、見ちゃおうか。クレジット、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあいよいよおまけ見てみましょうか。一人は寂しかった、本当はずっと笑うことも泣くことも一人だと、一人だと何の意味もない、だから、お願いした。例えば誰かと一緒にご飯を食べたいとか。大丈夫か。あ、これはエピソード0ではないか。誰かが駆け寄ってくる、見たことない、変質者ではないと思うけど変な感じがする、なんとなく。派手に転んだな、お前。ああ、膝から血が出てる。そう言われて自分が転んだことに気づいた、それから膝を怪我しているのも。声をかけてきた大人に連れられ、近くの公園で怪我を治療してもらった。変な感じはするけどいい人みたいだ。僕の血がついたハンカチを見てぼーっとしているのは不思議だけど、うん、ゾクゾクしているね。あ、かわいい。なにこの格好、かわいいね。どこで買ったのこれ、独特ですね。調査兵団みたいになってるけど。怪我の具合はどうだ、歩けそうか。はい、ありがとうございます。うん、家が近いなら送るけど遠いなら、親御さんに連絡した方がいいと思うぞ。いえ、父さんも母さんもいつも家にいないので、いえ、すぐそこなんで一人で帰れます。そうか、偉いな。じゃあ俺は帰るけど、家に戻ったらちゃんと消毒しろよ。わかりました。手を振るお兄さんにお辞儀をして、僕は誰もいない家へ帰ることにした。明日はクリスマスイブ。サンタクロースもプレゼントも父さんや母さんが帰ってくることもきっとない。また一人いつものこと、きっとこれから先もずっと。なるほど、まだ今後の幸せが見えていない太陽くんのエピソードでしたね。物心つく頃には家族なんていなかった。異常に取りつかれた、顔の同じ兄弟以外は。だから心のどこかでそれを求めていたのかもしれない。特別な意味もなく誰かと過ごす、共に過ごす家族のような時間を。あ、これ結構おまけ長いかな、ひょっとしたらね。ちょっと3人分のエピソードがひょっとしたらあるかもしれないね。さっきは、太陽くんのエピソード0だったんで、今度は、月下くんと星名くんのエピソード0を見れるかもしれません。はい、ということでそれでは今回この辺で以上とさせていただきます。次回ね、おまけを回収しに行きましょう。はい、ということで今回この辺で、さよならー。